リミッター全開放。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんこちらのデッキをご覧ください。やばくないですか？やばくないですか。今日はどういうね、動画かっていうとですね、皆さん、遊戯王デュエルリンクスってリミットレギュレーションで規制が入ってしまうと、その規制されたカードって使い道がなくなると思いませんか？例えば、ネオスフュージョンとかリュウマドウとかって、これリミットがかかってしまったあと、もう使い場所がないですよ、本当に。ノーリミットルームっていうのが唯一の今こういう、デッキを、回せる場所でございまして、正直ね、運営のそのなんか売ってから即規制するっていう流れがちょっと本当に嫌なので、なんとかこういうカードたちをもう一回ちょっとね使ってみたいなというふうに思ったわけですよ。で今日はですね、ノーリミットルームでもうぶん回していこうかなと、こういうデッキを、そういうふうに思って、今日、今週か来週くらいにかけてね、こういうデッキちょっとねいくつか使っていこうかなというふうに思っております。皆さん、これ懐かしくないですか？ネオスフュージョンとリューマドーにサイバーダークを合わせたサイバーダークネオスっていうやつですね。見てください、リミットの数。リミット2、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚っていうね、リミット2が9枚ジャッジっていう、そういうデッキなんですけれども、これこういうねデッキ本当使い場所もないんですよ。なんか CPU 戦とかでねこういうの使えればいいんだけど、それもやってくんないし、運営が。なんで今日はちょっとうちのね、メンバーシップ、幹部会っていうねあるんですけど、メンバーシップでアンリミットルームを作って、でそこでもうなんかそういうデッキ活躍させようっていうね、ルームやってみたんですけど、これめちゃくちゃ面白いですね。やっぱ面白いですよ。だからこれを今日は皆さんにもご覧いただきたいなというふうに思っております。結局ですね、強いから規制されるわけで、そのリミット全解除してみたらなんかマジで犯罪ムーブができるから、それはそれで面白いんですわ。それも遊戯王デュエルリンクスであるみたいな感じなんで、そういうね、今日は趣旨だと思ってご覧いただければというふうに思ってます。でこれノーリミット、要は俺たちも忘れないで選手権みたいな感じなんですけども、もう捨て去られたデッキをね使い回そうみたいな、昔環境だったけどリミットがかかっちゃって動けなくなってしまったようなデッキを活躍させたいんで、最近のテーマ、例えば、ブルーアイズとかね、ハーピーとかは今でも活躍してるじゃないですか。ああいう今でも環境で見るような活躍できるようなテーマは一回ちょっと使わないで禁止にしまして、で昔のね、こういう昔のギミックで死んでしまったギミックをもう一回活躍させようっていう、そういうね大会だというふうにご理解いただければと思います。詳細のルールは一応概要欄に合わせなければ貼っとくんで、よかったらそちらもご覧いただければなと思うんですが、とりあえずなんか昔のヤバかったデッキ復活させよう選手権だと思っていただければなと思います。早速リミットに9枚デッキぶん回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クロノスでメディチですね。なんだろうな、クロノス、なんか熱いこの対面だったな。特別攻撃してあげる。あ、古代か、オーケー、なるほど古代の機械 VS サイバーダークネオスとかいうあまりにも懐かしいムーブ。ほう、いや強い、なるほど、ワイバーンは強いぞ。あの伏せなんだろうな、あの伏せ何かによるんだよな。フルパワーなんだ、何でもありますね。フルパワーデッキなんで何でもあり、普通にダブルサイクロンとかねもあるし、硬活とかもありますね。普通にシンプルな、あ、光ってんな、なんか違うな、なんだろう。とりあえずサイバーダークカノンの効果発動、まずはサイバーダークカノンを墓地に使って、ネオス絶対初で組んだけど、なんで絶対2枚組んじゃん、お前俺のこと好きすぎじゃない。とりあえずサイバーダーク結晶召喚、さあサイバーダーク結晶の効果発動、サイバーダークカノンを装備させてもらうぜ。ダブサイクとか、あ、パルスボムか、なるほど、パルスボム、それは強いね。出さないと死ぬか、さすがに出さないと死にそう。ネオスフュージョン発動、さあネオスフュージョンの効果によってあんま意味ないけどな、助けると落としとくか一応。で初手に来てしまったネオスさんも墓地のクリー、現れろエレメンタルヒーローブレイブネオス。パルスボムは
このターンね、あの召喚特殊召喚されたモンスターが全部横になるよっていうカードですね。機械族モンスターがいる場合に発動できるっていう、あれもリミット2のカードですね。あれは、当時ギアギアっていう、やばいやべえ来たギアギアっていうね、デッキがあの強すぎてパレスフォームなぜかリミット2に入ってしまったっていう。サイバーダークカノンの効果発動、サイバーダークカノンの効果によってサイバーダークカノンを墓地のクリー、これでデッキを圧縮していく。横になってるからダメージは食らないぜ。痛い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 強い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 よ、助けて。あー押す、やばいやばすぎる強すぎるってこのムーブ、やばいだろ。完全ぶん投げられていく。ネオスフュージョンは一応使うか。これ宇宙割れんの、スリー強すぎる。ネオスって結構戦闘でしか突破できないんで、相手のモンスターを結構ね、あれ割られると辛いんですよね。リーマドは来たか、リーマドは来た、リーマドあんまり見ないんだよな今。とりあえずエッジ召喚してカノンで、うちのデッキにはね、エースモンスターであるムーンライトクリムゾンフォックスっていうね、最強のモンスターが入ってますんで、攻撃表示でいいか。でバトルフェイス入っていく。まずこれぶん殴って、でブレイブネオスの方がそう、相手のモンスターを戦闘で破壊した場合、ネオスフュージョンを手札に加えることができる。そしてサイバーダークエッジ の攻撃、そしてダメージ計算値、サイバーダークカノンの効果発動。サイバーダークカノンはムーンライトクルムゾンフォックスを墓地のグリー、ムーンライトクルムゾンフォックスの効果発動。お前のモンスターの攻撃力をゼロにさせてもらうぜ。よっしゃ懐かしすぎる、あまりにも懐かしいこのムーブ、やば。令和になってこんなデュエルができるとは。古代の機械アンティキアワイパー、やばい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 、これ要塞何枚入ってる、うーわやべえって、このデッキやべえって、このデッキやばすぎるだろ。俺耐えんのかこれ、待って3000、はい、それはいいわ。もうサイバーダカロンの効果使う。もうこいついらないな。こうしてで、これやられる、やられてく、やられてく、でリアクタードラゴンの効果で破壊されてリアクター出てくる、やっば、これはもう犯罪でしかねえ。あ、でも生きたか、耐えた耐え耐えた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 、え耐えたらこれはあるよ、700しかないじゃん相手、耐えたらあるよね。リーマドの守護者を召喚、リーマドの守護者の効果を発動、エレメンタルヒーローネオスを墓地のフリー、ネオスフュージョンも手札に加えるぜ。そしてリーマドの守護者の効果発動、これ懐かしすぎない、この動き、この動き懐かしすぎない。エロメンタルヒーロー誰とでもネオスを蘇生、そしてネオスフュージョンの効果を発動、ね、エレメンタルヒーローネオスと、ムーンライトクリムゾンフォックスで合体、そしてクリムゾンフォックスの効果発動、お前のモンスターの攻撃力はゼロにさせてもらうぜ最強だ、なんて強いんだこのデッキ、うおキツネ最強、対戦ありがとうございました。さあお相手のまた、おカーリー渚、なるほど DS カーリー渚、フォーチュンレディかな、結構ね環境使って、あフォーチュンレディだ、環境である程度使っていい環境デッキは縛ってて、その現状、活躍してるような環境デッキは使っちゃいけないよっていうルールに一応しました。なんかこの、まあ、なんだろうな、ルームの目的なんですけど、あれなんですよ、昔活躍していたけどリミットがかかってしまって使えなくなってしまったようなデッキたちをもう一回活躍させようみたいな趣旨なので、あそれ強いね。なんで基本的にはあれですね、今の現環境で活躍しているようなカードたちはなるべく出せないように、活躍できないようにしております。まあルール一応概要欄に貼っとくわ、忘れなかったら。さあフォーチュナディエヴァリー来た、伏せ1枚 OK、 伏せ1枚はコズミックで抜ける。まずはコズミックでぶち抜いていく。あの伏せカードは何でしょうか。さあそれなんだい、
大人が光ってんな。月の章、危ねえ。危ねえぜ。とりあえずサイバーダークカノンの効果発動してみる。サイバーダークカノンの効果発動。サイバーダークカノンによってサイバーダークエッジを手札に加えるぜ。2体展開したいので、まあ、リューマドでいいかな。リューマドの守護者か。リューマドの守護者の効果発動。リューマドの守護者の効果によって、まあ、キツネかな。これはキツネですね。キツネを食うしかないですね。で、ネオスフュージョンの手札に加えていく。そして、ネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンの効果によって、俺はエレメンタルヒーロー誰とでもネオスと豚を墓地に送り、エレメンタルヒーローブレイブネオスを特殊召喚。バトルベイツ行け。ブレイブネオスで攻撃トゥ。懐かしいな、この動き懐かしいな。これでね、攻撃表示だったら勝ちだったんですよね。攻撃表示は甘いという時代、皆さんはその時デュエルリンクスやっていましたか。まあ、その時はまだやってた人多いか、結構。さあ、フォーチュンレディエヴァリーの効果、墓地の魔法使いつくモンスターをゲームから除外し、エヴァリーが特殊召喚される。さあ、これでスタンバイフェーズ、俺のモンスターは選んで除外される。なんて強いんだ、なんて強いんだ。コーリング、コーリングも来た。さあ、コーリングの効果によって、デッキからフォーチュンレディモンスターを特殊召喚できる。やべ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 、もう攻撃表示で相手モンスターたらったら勝ちなんですよね。こっち攻撃表示にしてくんねえかな。攻撃表示にしてくれたら俺の勝ちやぞ。さあ、タイムパッセージいいだろう。タイムパッセージ、さあレベルを3つ上げていく。で4と3でシンクロはできますね。はい、ブラックローズとかもできますね一応。エヴァリーね、はいはい、エヴァリー、エヴァリー、はい、はい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 、なるほどなるほどなるほど、守備表示、ああ、そういうこと、あ、そういうことか。それはちょっと強いな、確かに。それちょい強だな。2200、なるほど。あー、これ新しい力見せられんじゃねえか、これ新たなる力見せれるんじゃねえか。これプレインコートっていうさ、モンスターってさ、これ同盟モンスター全部破壊できるよねこれね、1枚残してね。だからまずリューマ道の守護者召喚する。で、効果を使うとあれ融合しかなさなくなっちゃうんで効果を使わない。で、レベル4のモンスターが2体、これが新しい力、これがあの頃にはなかった新しい力、プレインコート。そしてプレインコートの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、これさ、これどっ、選択したモンスターが破壊、選択したモンスターが破壊されない。だから残したいからこれを選択して、で破壊して、でネオスフュージョンよ、来たこれ。これが新しい力よ。見ているか、カーリン投げさん、これが俺が譲り受けた新しい力、エクシーズ召喚という能力、エクセバトルフェイズ、バトルハッ、ブレイブネオスで攻撃。そしてブレイブネオスの効果発動、まんま意味ないけどネオスフュージョン持ってきて、いけ、プレインコードでダイレクトアタック、なんて強いんだ。やべえ、なんか新しいさ、令和になってさ、ちょっと強くなってるわ。さあ、お相手の方、20代くん VS20 代、新たな宇宙、やべえ、あ、夫アイズ対決だ。ざけんなよ、ざけんなよ、お前、君さ、来すぎなんだよね、毎回毎回。せめて1枚にしろよ、ちょっとだけ厚くして、エレメンタルヒーローネオスくん、なんか、来ないようにしてんのになるべく。ふざけんなよ、こいつ。やばすぎるだろ、やべやべやべ、相手ぶん待ってる。お、一伏せはやべえって、一伏せはもうやべえって、これ狡猾かな、とりあえずどうするしかないんだけど。弱すぎない、弱すぎる、世界一弱いネオスの使い方してるわ。初手エロメンタルヒーローネオス2体、あー、無理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 ー。挨拶飛んでくんのやべえだろ、このデッキから。
どんだけリミットに飛んでくる。ネオスフュージョンからの局所からのネオスフュージョンからのネオスフュージョンだな。AD チェンジャーやっばやっべやっべ叩き起こさないで。あ、僕の赤いキツネちゃんが叩き起こさないで。あー無理無理無理、ネオス2体はマジで無理。コツコツネオス、ネオスはマジで無理。勝てるかバカタレが。まあでもね、このハンド事故逆に懐かしいわ。